レゼント企画やっちゃう。いい、早いです早いです。はい、グローブなんか、え、好きなの選んで、好きなの選んで、マジっすか。いい。プレゼントするグローブはこれプラスこちら。はい、どうも翔平 TV です。はい、本日はですねモンタナスポーツにいるんですけども、今回はモンタナさんと一緒に撮影をしています。お願いします。よろしくお願いします。実はですね、翔平 TV が、6月1日からですね、チャンネル名を変更して、翔平 TV with モンタナという風にやっていきたいと思います。まあ理由なんですけども、まあ僕は2年前ぐらいにモンタナスポーツに通い出して、仕事終わりとか結構行ったりして、こうコミュニケーション取ったりをして、動画も撮らせていただいたり、どんどん動画を見たっていう人でお客さんがたくさん、来られるようになりまして、埼玉の野球ユーチューバーでいえば翔平 TV、 翔平 TV といえばモンタナスポーツという風になんかなってるらしいですよ。2年前から通い出して、まあ大井チャンネルの大井くんも何回も来てますし、まあモンタナさんも入間市のイベントとか催し物とかも携わっていたりして、すごい地元の入間に携わってる、貢献されてる方って僕は思ってるんですけども、はい。で僕もですね、入間、ずっと住んでまして、まあ、一緒になんかできればなっていうふうに思ってまして、スポーツ屋さんと野球 YouTuber ってことでやっぱ一緒にやっていきたいと思います。でモンタナさん的にちょっとお話を聞きたいんですけど、今回了承していただいた理由っていうのはちょっとありますか。特にありません。特にないですか。顔がちょっと引きつってますけど。すごい緊張されてますけど、まあ6月1日から一緒にというか、まあ、なんていうか、まあ、自分は普通に撮影、今まで通りしますけども、お店で撮影を、まあ、積極的にやっていったり、まあ、たまにモンタナさんオンリーのお店の、まあ、商品とか、いいところ、まあ、修理とか、そういうなんか、オーダーの報告とか、まあ、そういうのもしてもらおうかなって、勝手に思っております。で、まあ、お店を、まあ、盛り上げる。そして、入間市を盛り上げる。で僕はあんまりこう入間市住んでますけど、その、まあ、催し物とか地元でやってるそういう会とか全く、行ったことがないので、まあ、モンタナさん通じて参加させてもらったりして、まあ、野球やってる少年たちとか少女たちに、まあ、YouTube 知ってもらって、まあ、野球もっとこう盛り上げていったり僕はしたいなと思ってますんで、その辺はちょっとこれからお願いしますってことで、はい。でモンタナさん的にYouTube に出ることでどうにか、なんかこうなったらいいなーみたいな、こうなんかいいなーみたいな、いいなーみたいな。あ、ちなみにその2年間で、まあ、僕が来だして、大井くんもまあ紹介して来だしてから変わった点、自分らが来る前来た後の変わった点は何かありますでしょうか。まあでも多くの人にお店を知ってもらえたっていうのはあるかな。あ、アクティブームの販売店の一番第1号店でもありますし、まあ、アクセルも早い段階でお店で取り扱ったりもしてますし、もうすごい遠くから注文が入ったりして結構バタバタしてた時期もあったじゃないですか。 SNS の効果はでかいですよね。でかいですよね、うん、はい。なのでこれからもっともっと盛り上がるようにちょっと翔平 TV with モンタナということでやっていきたいと思います。はい。まあ、僕はグローブのメンテナンス系とか全くもう無知なので、その辺はもうちょっとずつ教えてもらいながらこれからやっていきたいなと思ってるんですけど、炎上しない、炎上させない、炎上しない、炎上させない、そうそう、そう、お互い炎上させない、しないさせない程度に盛り上げて地元も盛り上げていきたい、そう思っておりますけど、社長もいいですか。はい、いいですか。はい、はい、お願いします。はい、はい、6月からですね、翔平 TV with モンタナということで、活動をしていきたいと思います。まあ、外の撮影は、まあ、モンタナさんはいないんですけど、まあ、またいつもの、サポートメンバーのまっちゃんとか、あ、はい、 そ, ね、まあ、そのあたりとか、まっちゃんとか、大井くんとかね、もうコラボでやったりとか、まあ、エクスプレスの試合とかも出したり、していきたいと思いますんで、今後ともよろしくお願いします。はい、それでは、本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それでは、ありがとうございました。よろしく。許可出ましたんで、今回はですね、こちらファイヤーズのグローブをね、登録者が8000人いったら OK という話をもらったんで、チャンネル登録者8000人
突破しましたら、プレゼント企画を開始したいと思います。まあ、まだまだ先ですけど、皆さんの力をね借りて、頑張りたいと思いますんで、今後ともよろしくお願いします。じゃあ皆さん、こちらファイヤーズのグローブ8000人いったらあげますんで、ぜひとも皆さんチャンネル登録よろしくお願いします。グッドボタンもよろしくお願いします。翔平 TV2020 年モデルの T シャツができました。走れ大井チャンネルの大井くんも一緒にモンタナスポーツさんで販売中。文字にシルエットを入れたとても斬新なデザインとなっております。皆さんぜひとも1枚ご購入してみてはいかがでしょうか。詳細購入リンクは動画の概要欄からチェックをしてください。それではアウリオシタアーツオー。本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではアリオシタ。翔平 TV T シャツオンラインショップで購入できます。女子プロ野球選手や野球人みんな着てます。